日比さんの日々日記。皆さんこんにちは、日々茶漬けリーダーの日比のりひこです。今日の日々日記は企画リクエストにお答えするコーナーになります。ズバリ、双子姉妹の歌をサックス二重奏にアレンジしてください。ピンポイントできましたね。でも実は同じようなリクエストがいくつか届いています。日々茶漬けはサックス4本とドラムという5人編成になります。で、僕たちの音楽スコアも販売していますけれども、なかなか5人揃うのが難しいということで、例えば1人で伴奏に合わせて演奏したいとか、友達と2人で演奏したいとか、そんな少ない人数でも演奏できるようにいろんな形態でアレンジをしてもらえないでしょうか。そんなリクエスト実はたくさん来ています。その一環として今回はサックス二重奏に日々茶漬けのレパートリーをアレンジしてみました。アレンジした曲は映画ロシフォールの恋人より双子姉妹の歌という曲です。日々茶漬けの作品としては僕と、このりくんが姉妹というか兄弟というか、二人でメロディーを取るようなアレンジになっています。その作品はじゃーん、こちらのアルバムに収録されています、情熱茶というアルバムです。このジャケットは漫画家のラズベル細木さんが描いてくださいました。酒の細道やジャズの漫画で有名な方です。こちらが裏ジャケットになります。2枚組になっていて、1枚目の5曲目に双子姉妹の歌が収録されています。今回はアルトサックス二重奏のイメージで書いてみました。アルトなので本当はまいちゃんに演奏してもらいたいところなんですけれども、スケジュールの関係でスケジュールが真っ白なバリトンサックスのこのりくんに来てもらって、バリトンバリトンのデュエットでお届けしたいなというふうに思います。今回の楽譜はアルトアルトでもバリトンバリトンでもアルトバリトンでも演奏できるように工夫してあります。レンジ音域をですね、あまり高くなく低くなく、ちょうど真ん中辺の音域でですね、吹きやすいような形にしていますので、ソプラノソプラノ、テナーテナー、ソプラノテナーでも演奏できる、そんな楽曲を作ってみました。イメージはアルト二重奏なんですけれども、バリトン二重奏で動画紹介させていただきます。今日本でも最も有名なバリトンサックス兄弟デュオ、このお二人にここスタジオチャズックスに来ていただいて収録しました。フルサイズの演奏動画はこの後日々茶漬けの YouTube チャンネルで、アップしたいと思いますけども、今回の日々日記はメイキングという形で各パートごとに紹介して、どんな風にデュエットってできてるんだろう、そんなところを皆さんにちょっと紹介したいなというふうに思います。ファーストバリトンは、お兄さんのこのりくん、そしてセカンドバリトンは弟のこぞりん、この2人のバリトンサックス兄弟によるデュオ、まずはこのりくんからです。いかがでしたでしょうか。ほのりくんとは20年ぐらいの付き合いになります。彼にもう弟がいることは僕は2年前まで知らなくて、ここ1年半ぐらい一緒にやっている弟のコゾリンを紹介しましょう。コゾリンがセカンド
バリトンサックスを演奏してくれています。セカンドバリトンはこんなパートになります。どうぞ。このそれぞれのパートが一緒になるとどういう風に響くのか、それを皆さんにご覧いただきましょうか。同じ楽器、しかも2人は兄弟ということもあって、音色もとてもよく似ているので、どちらがメロディーを吹いているのか、こうちょっと溶け合って分かりづらくなることもあるかもしれませんけども、それもまたアンサンブルの面白いところなんじゃないでしょうか。バリトンサックス兄弟デュオ、バリトンブラザースの皆さんです。いかがでしたでしょうか。この続きは日々茶漬け YouTube チャンネルでフル演奏動画アップいたしますので、そちらの方楽しみにしていてください。本日は企画リクエストにお答えいたしました。またこちらの方引き続き質問リクエスト企画、お待ちしております。コメント欄に書いていただいても大丈夫ですので、どうぞよろしくお願いします。本日は僕も弟と一緒にやってみました。弟のひびちゃんです。ひびさんとひびちゃん2人でお届けしましたひび日記、どうもありがとうございました。イエイ。